はい、皆さんどうもこんにちは、中学受験家庭教師榎本勝人です。今回もですね、前回に引き続きまして、衆議院の解散に関してですね、お話ししていきたいと思います。で、衆議院が解散されましたら40日以内に、総選挙が行われます。で、その続きですね、この総選挙が行われた後どうなるかって話ですね。総選挙行われた後ですね、国会、ね、召集されるわけです、ね。その時に、覚えておかなきゃいけないのは、総選挙区ですね、これ30日以内に国会が召集されるんですね。その国会の名前をこれは絶対押さえておいていただきたい。何国会というか、はい、これは、特別国会ですね。特別国会で、そこで必ず行えることがあります。さあ何でしょうって話ですね。やること、はい、これは、はい、やることはですね、内閣総理大臣の指名を行います。で、大体ですね、毎回衆議院が解散した年は、この総選挙に関する問題、それから、その総選挙後、30日以内に行える、この特別国会、これ、よくテストに出ます。おそらく模試にも出るでしょう。入試問題にも、まず反映されると思いますんで、これはしっかり押さえておきましょう。だからもうわけわかんなかったらもう本当に、ね、何国会ですかって言ったらもう特別国会って答えるぐらい、よく出るんじゃないかなというふうに思います。で、やることとしては内閣総理大臣の指名ということですね。だからここで、ね、当然、与党となったところの、ね、一番、リーダーですね、自民党で言えば総裁が内閣総理大臣になると、まあ、もしくは、今回ね民主党になってしまうかもしれません。そしたら民主党の代表の誰でしょうって話ですね、鳩山由紀夫がもしかしたらなるかもしれないってことですね。まあその辺を、注目していただけたらというふうに思います。なので、まあ選挙のことっていうのはですね、決して中学受験に全然無縁ではありませんので、しっかりですね、勉強しとくようにしてください。で、この間も言いましたけど、予習シリーズをお持ちの方は第2回、これをもう穴の開くほどよく、見ておくようにしてください。はい、じゃあまた、お会いしましょう。